それでは最後の講演になります、えー、講演後は、えー、熊本県菊池保健所の首相であられます剣陽子先生におお願いしております鶴木先生にあの新型コロナ陽性婦への対応というタイトルでご講演いただくわけですがもうまさに今、えー、オミクロン株がですね熊本でも爆発的に広がっておりましてもう本当にご多忙の中今日はお越しいただいております。 それでは鶴木先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっと今ご紹介していただきました菊池保健所というあの熊本の県の保健所で働いています鶴木と言います。保健所の新型コロナ陽性妊婦への対応を少しご紹介させていただければと思います。 えとま、保健所あんまり一般の,あの方には知られてないことが多いと思うんですけど大体いい保健所、ま、少しコロナで、えー、注目をされて、えー、少しは あの知ってもらえるようになったかなとも思いますけども、まあ、コロナになる前は保健所というとあのいらなくなった犬をあの引き取って殺してくれるところみたいな印象しか持ってらっしゃらない方が多かったと思うんですけどもここに書いてあるような、えー、非常に多くの、えー、まあ地域の人々の健康を守るための本当に幅広い活動をしているところです。 えまあ一口で言うと、人、皆さんが、地域の皆さんが健康で暮らせるように、その地域、その地域の体制づくり、仕組みづくりをしているのが保健所かなと思っています。今、コロナに関しては、このえっと感染症というのが、感染症対策がまあ保健所の仕事の一つになりますので。 まあそれでコロナの活動にも関わっているところですで熊本県の保健所はここにあるように11箇所ありますで熊本市は一つ政令市なので非常に大きな人口を抱えた大きな保健所になりますけれども他の10カ所は県の保健所でま一つ一つの規模はそこまで大きくないと思いますでこの各保健所の圏域で 新型コロナに対応でできるる体制とといいうのを整えているところですで、まあ、コロナ全般の体制になりますので妊婦さんがコロナの陽性になった時も保健所検疫ごとにいろんな仕組みが作られていて対応をしているということになります。で私は菊池保健所という、えー、と熊本県の菊池市鴻巣、えー、市大津町菊陽町 この4つの市と町を管轄している保健所で今働いておりますので、まそこの保健所の状況を紹介したいと思います。えっ、ー、と菊池今言った4つの市と町はま熊本市に比較的隣接した地域にあるので。 皆さんご存知のように熊本市がもちろん、まあ、人口も多いですからあの新型コロナの陽性者数が多いんですけども熊本市の影響をあのもろに受けますので、えー、県の保健所の中では一番陽性者数が多い地域になっていいますで第5波、えー、いわゆる第5波では800人、えー、陽性が出まして、まあ、今年度に入ってからも1,000人はとっくに超えておりますし この第5波の800人というのは、えっと、県の保健所10カ所の中の一番少ない地域と比べると、えー、まあ10倍以上の陽性者数がありましたで最初ご紹介にあったように今第6波のさなかで今日も本当来れないんじゃないかと思ってたんですけどもなん、えー、とか来させていただきましたが。 実は昨日泊まり込みでえっと保健所からここに来たような状況です。職員も何人も泊まり込んで働いています。これちょっと年齢別に見にくいかもしれないけど出してますけども、えっと昨年度に比べますと非常に若い年代に多くなっています。で特に第5波の最後の方はですね、えっと 特に菊池の県域ではいわゆるクラスターですねが学学学童保育とか保育育とととか中学校とかかか園中校校関係に多かったです、まあ、子どもさんの感染が非常に多くなっていてでまあ保育園とかでクラスターが出ると大体保育園児のお母さんはあのまだまだ妊娠する年代のことが多いので、え。ー 一気に保育園でクラスターが出てしまうともう一気に妊婦さんの濃厚接触者や陽性者が増えるような事態になります。で今年度ですね第5波までの状況では菊池保健所では14人の妊婦さんが新型コロナ陽性になっています。でここから少し保健所が新型コロナの 対策についの中でどんな役割を果たしているかを紹介させていただきますけれども、え先ほども言いましたようにコロナに関しても、ま地域でどういうふうに対応するかという体制づくりをしています。で、新型コロナという病気そのものに関してはですね、あの肺炎を起こすことが多いので、あの主に内科系の医療機関と連携を取らせてもらっているところです。 コロ,ナのコロナになる前コロナの時代が来る前に比べると非常に地域の、えー、まあクリニックや病院、えー、医療機関とえ話をさせていただく機会が増えたなと感じています。で、えー、っとこれ一般的な内科的な動きを出してますけども医療機関で、えー、医療機関か保健所でまああの検査をしていることが多いですけどもそこで陽性ということが分かると保健所に届け出が出されて。 で保健所で,、えー、保健所でその患者さんが病気を持ってないかとか今の体調どうですかとかですねあといわゆる濃厚接触者となるような方が身近にいますかというような調査をさせていただきます。そして今のの、えー、主に肺炎の状況ですね がどんな状況かっていうのを地域のコロナの対応ができる大体大きい病院が多いですけどもそこで診察をしてもらうように調整をします。でこちらで診察してもらってまあもちろん病状がひどければ入院になりますし病状がそこまでひどくなければ宿泊療養といってホテルで療養してもらうかもしくは基本的には宿泊療養か入院で対応させていただいているき ところですけれども、まあ、一部どうしても病床が足りないとかホテルもいっぱいとかもしくは家庭の事情がいろいろあるとかで自宅療養になる場合がありますなので新型コロナ陽性になった場合は療養の場所が治療や療養をする場所が3つですね病院に入院するかホテルで療養するか自宅で療養するかという3か所になります。そして、えーまあ 入院するのは、まあ、ひどい人はもちろん入院するんですけども軽症でもちょっとリスクがあってもしかしたら重症化するかもしれないなというようなここに書いてあるような人たちは、えー、基本は入院をしましまょううということにはなっていますこの中に妊婦さんも入っています。とこういうような状況でえー、っとまあコロナ出始めの頃はなかなかあの発熱外来とかをしてくれるあの一般の ククリニックが少なくてですね内科の開業医の先生でもちょっとコロナ怖いなというような状況がありまして、えー 検査ががでできるところが非常に限られてたんですけども,もう患者さんが増えてからですね一部の医療機関だけで対応するという状況ではなくなってきましたのでその時は本当に内科の開業医の先生とかに何度もご説明させていただいて是非感染対策をして発熱した患者さんの診察や検査をお願いしますということを本当何回も説明して ご理解いただいて今では多くの住民さんの,身近,の身近な施設で熱が出た時は受診をしてコロナの検査もしていただけるというような状況になっていますので、まあ、コロナの肺炎の治療、まあ、内科的な治療ですねに関してはこういった仕組みが各地域でできています。で妊婦さんのの場合はです、ね、あの肺炎の方も、まあ あの妊娠してない人に比べたらひどくなることもあると言われてますのでそちらもしっかり見ていただく必要がありますけどもそれだけじゃなくてえ妊娠の状況についいてもしっかり診察を受けたいところです、えー、一,一時期報道にもなってましたけどもあの死産が生じたりとかもですねゼロではありませんのでしっかり妊娠の方もコロナになったけど赤ちゃん元気かなというような診察を受けたい という、まあ、妊婦さんのの場合はその肺炎と妊娠の状況2つをつ見ていただく必要が出てきますで妊婦さんがコロナ陽性になった妊婦さんがその肺炎の方だけじゃなく妊娠の状況も見てもらえるような体制づくりというのも頑張っているところです。で、まあ、多くの妊婦さんはですねあの、まあ、民間の産婦人科病院で妊婦健診を受けていることが多いんじゃないかなと思います。 あとはまあ一部の大きな病院でもやっていると思いますで特に民間の産婦人科病院小さいところとかでは、えーとまあ、内科の開業医先生が最初あまり患者さん見るの難しいなって言ってたのと同じような感じで、えー、なかなか陽性者の妊婦さんを見る体制が難しいですと言われることが多いです。 で妊婦さんが陽性になった場合は、まあ、保健所で分かりますので、えー、妊娠の方もしっかり妊娠も肺炎もしっかり見てもらえるように受診の調整をしますで各地域に先ほど言いましたようにコロナの肺炎の状況を診察してくれる、まあ、コロナに対応できる病院があるんですけどもそこの病院に産婦人科が併設している場合はもう一つの病院の中で産婦人科と内科があの連携してですね コロナの肺炎の状況も妊娠の状況も見てもらえるというような状況になります。で、ただ菊池のようにですね、菊池の地域では新型コロナを対応しているマ内科系の病院に産婦人科が併設されてないところばかりですので、なかなかあの妊娠の方の状況を診察してもらうのがま難しいと言いますか。ここでも保健所による参加への 受診の調整が必要になっていますで内科の方でもです、ね、あの最低限のというかあの肺炎の方は見ていただけるんですけどもそれでもあの産婦人科妊婦さんと普段接することがあまりない内科の先生はあのレントゲンとか撮っていいのかなとかですねどういう薬が出せるのかなとかそういうところでちょっとあの躊躇される場合も多いですので、えーまあ、その辺もあの。 こういうい薬が出せますすよとかですね妊婦さんでもレントゲンとか取る必要であれば取れますよというような、まあ、内科医の先生へのさまざまな情報提供もしているところです。で菊池、まあのように検疫内でコロナ陽性の参加的診療を受けるのがなかなか難しい場合は他の検疫の病産婦人科病院に受診できるように調整をしています。 というようよにです、ねまあ、体制は作っておりまして妊婦さんもしっかりできるだけ入院できるようにというような努力をしているところですけれども今までも何度もありましたように特に熊本市とその近郊は陽性者が多いのでどうしても病床が逼迫してしまいます。で病床がなくななくるるとです、ね、ここにあるような1から5のできれば 軽症でも入院した方がいいですよと言われているような人たちが肺炎がひどくなければ入院できないというような状況が生じてしまいます。その場合は肺炎の症状がひどくなければですね、妊婦さんでも宿泊か自宅療養をせざるを得ないということが今までも起こっています。あとは、ね、妊婦さんのまあこれ一つの特徴だと思うんですけども。 入院できますよ、入院しましょうということでお勧めしても、ですねやはり上にまだ小さい子どもがいると、大体いい今、妊娠しているから上のお子さん、2歳とか3歳とかいう子が多いので、その子の世話をする人がいないので、もう自分が陽性でもなんとか感染対策をするので、家にいさせてくださいと言われることも非常に多いです。 まあこういった状況がありますのでこれはちょっと妊婦さんだけじゃなく全体になりますけども第5波の時は菊池保健所が800人ほど患者さんを抱えましたけどもそのうち自宅療養になった患者さんが331人ほどいましたで妊婦さんの方を見てみますと14人の妊婦さんが今年度に入ってから菊池では陽性になったんですけども。 そのうち13人にですね、コロナに関する症状熱とか咳とかですね、そういった何らかの症状がほとんどの人にありましたで症状があったのでできれば入院させたかったんですけども第4波第5波非常に病床逼迫しましたので結果的にですね、6人はなんとか入院で、まあ、妊婦さんでリスクもあるのでということでお願いをお願いにお願いを重ねてですね、6人は入院につなげることができましたけども 8人はやはりどうしても最後まで自宅を余裕、自宅で療養することになりました。で、この妊娠というリスクを抱えた新型コロナの患者さんをですね誰がフォローしているかというと、えまあ、保健所がフォローをしていた状況です。まあ、電話で毎日ですね。こういったリスクのある人で、特に熱とかある人にはもう毎日基本的に。まあ、たまたま菊池保健所の場合は私が産婦人科でもあったので電話をして。 まあ肺炎の状況とともに赤ちゃん動いてますかお腹張ってませんか出血してませんかということを保健師にも教育しながら聞いていました。でこの自宅療養ですねあの一般的な妊娠してない患者さんに対してもまあ最初保健所だけでやってたんですけども内科に関しては最近内科の看護医の先生たちはあのこの電話診療自宅療養者に しますよということで結構協力をしてくれるようになってきたので開業医の先生と分担してやっているところですのでまあ保健所としましてはここに産婦人科のかかりつけの先生もなかなか病院に陽性者来させるというのは厳しいというのは分かりますので電話での診療を少しここに参入していただけたら妊婦さんがすごく安心するんじゃないかなと思っているところです。 でさらにですねこの14人の妊婦さん、えー、妊娠、えー、妊婦健診の方をちょっと注目してみますと、えー、妊娠すごく初期の人もいました妊娠反応陽性をが分かっていて、えー、もう病院に行こうかなと思っていたらコロナになってしまったので一度も、えー、受診してませんという人がいましたですので、まあ、正常な妊娠なのかどうかというのが全く分からない人ですねあと、えー、陽性となって療養することになったために 妊婦検診が予定通りに受けられなかったもう明日が妊婦検診で行こうかなと思ってたら陽性になったので行かれなくなってしまったというような人が7人ほどいました。とこういうふうになかなか産婦人科受診ができない状況の中でコロナの症状だけじゃなくてですねやはりここにあるような産婦人科的な症状を訴えた方もまあそこそこおりました。 で、ちょっと2つほどあのあの何て言うのかな？私が作った事例といいますか？私たちが経験した事例を少しまとめて、典型的な新型コロナ陽性になった妊婦さんの事例を作ってきたので少し紹介します。例えば35種の a さんですね。まあ、里帰り分娩で熊本県の実家に帰ってきて、もとも々あのえっ、ー、とお産しようと思ってた。県内の産婦人科からはあの。 まあ感染対策のためにですね県外からの里帰りの人は熊本に戻って2週間経ってから妊婦検診受けてくださいと言われていると、まあ、これ今こういうところはすごく多いと思いますなので2週間経ってから熊本の産婦人科に行こうかなと思って待っていたら新型コロナ陽性が判明してしまったと。で、えー、県内は病床が逼迫してたので。 そこまで症状がひどくなかった A さんは入院もできなくて、まあ、自宅療養になりましたと。で、まあ、地域の新型コロナ対応病院に診てはもらったんですけども内科的には診てもらえたけどそこが産婦人科がないので産科の診療は受けられませんでしたと。 まあこの方そんなにひどくならなかったですけどももともと2週間経ってから妊婦健診であとちょっとで2週間というところで日の最低でも10日の療養が必要なコロナになってしまったのでさらに10日ぐらい妊婦健診を受けることができず結局1か月ぐらい健診を受けられなかったと、まあ、こういうことはどうしてもよく生じてしまいます。はい、次でですすねねこちらは、えー、と上にお子さんがいっぱいいっぱる場合です、ね 例えば33週の B さん、旦那さんが先に陽性になってで濃厚接触者ということで保健所で検査しますけども最初はこの B さん奥さんと4人のお子さんはマイナスでしたと。なので、まあ、旦那さんは陽性なので家庭内で感染させないためにと急いで宿泊療養にやって、まあ、陰性の奥さんと4人の子どもと話しましたと。 しかし数日すると子どもが次々と症状が出てきてその都度じゃあ濃厚接触者だから検査に行きましょうということになるんですけども今お家には30妊娠33週の B さんしかいないので妊娠お腹の大きいお腹を抱えた B さんが毎回子どもを連れて病院に検査に行って次の子どももまた症状が出たからまた行ってと妊娠33週なのに。 ババタバタとと動くことになってでそのうち自分も陽性になって熱が出て非常に苦しいけども旦那さんは宿泊に行ってるし実家は遠いしもう自分一人で子どもの世話もしてといつも電話をするとあの B さんは非常にきつそうにしてますけども周りで元気な子どもは大体いい元気なので元気な子どもがワー,ワー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 言っててそこを世話しなきゃいけない非常に大変な状況だなというのがありました。 でそうこうしてたら咳がひどいのでお腹が張りますと言い出したのでじゃあもうこれは産婦人科受診しましょうとでいろいろあの受診の調整をして見てくださるところもあったのではい行きますよとなったんですけどもいや子どもを見てくれる人がいませんとで受診ができませんと本当にあの大変こういう時どうしようということになるんですよねで。こういうい時はあの、まあ、なんとか あのご実家とか友達とかいませんかっていうのも一つですしあと、えー、児童相談所に一時だけでも預けるというような、まあ、いろんな対あの方策を考えあちこちに連絡をしてとにかく受診をさせようというのを頑張ってやりますここういういいとが、まあ、よく生じていますので、えーまあ、妊婦さんに私の方で、えー、お伝えしておきたいことは。 えーまあ、ワクチンもできますので、えー、できるだけやってくださいということとあとお子さんがいる人はやはりお子さんが保育園や学校でもらってくることもありますしお子さん症状が軽いことが多いので気づかないこともありますのでもう常日頃から家庭内感染予防を頑張ってくださいねということですね。 あともしも新型コロナ陽性になった場合は妊婦さんの場合は特に入院した方がいい状況になることも考えられますので上のお子さんをどうするのかっていうのは家族でもう陽性になる前から相談しておいた方がいいと思います。あと新型コロナになっってしまったら まあ軽くても今のところです、ね、10日間ほど療養となりその間、妊婦健診はなかなか受けにくい状況になりますのでやはり妊、健診を遅れないようにです、ねえー、受けといてください。そうすすれればまあ最低限の遅れで済むと思います とちらっとお子さんの話もしたいと思いますけども、えー、小児の要請もたくさん抱えました今もちょうど学校が始まって1週間なので、えー、昨日ぐらいから非常に子どもの陽性者が多いなと思っているところですでお子さんの場合は今のところですね、非常に軽症なことが多いので、えー、手持ちの解熱剤で、えー、様子を見れることが多いですので解熱剤をもう常日頃常備しといた方がいいんじゃないかなと思います でお子さん一人で宿泊療養に行くわけにはなかないきませんので、えー、だいたい自宅療養になりますからこちらも家庭内の感染対策が非常にに大切になってきますあと自宅療養中ですね子どもさんも最近かかりつけの小児科の先生が相談に乗ってもらうくれることが多くなってきましたので、えー、やはりかかりつけを持っておくっていうのは大切かなと思ってます。 自宅療養は大体10日間で、まあ、なるべくおうちで過ごしてくださいねというような話をしますけどもお子さんはやはり軽いので元気いっぱいでこの元気いっぱいの子どもさんが10日間家にいることで親御さんがヘタヘタになってくることも多いので、まあ、それも覚悟しておいてくださいというようなところでしょうか、はい。こちらは家庭内感染予防のポイントになります とということでまあ、妊婦さんやお子さんたちですね、えー、まあ、どんなに気をつけててもこれぐらいこれほどのあの感染まん延が起こってくるとどうしても感染することがあると思いますのでまあ、いろんな準備をしていただくこととあと是非ですねあの、まあ、私たちも療養体制の強化に、えー、努めているところですけどもあの ま、最近その内科や小児科が少しずつ、あの電話診療とかでコロナ陽性の患者さんに対応してくださるようになったようにえ、産婦人科の先生にもあの電話診療でいいからどうですか？っていうのをもう少しあの広めていこうと思っています。いくつかあの私の保健所の管内でも、あの駐車場に来ていただいたら、ドップラーで心音だけでも確認しますよ。とおっしゃってくれるところも増えてきました。で、産婦人科の先生にあの。 コロナの診療にに参加していたただくためにはですね、やはりあの海洋の先生たちはですねコロナの診療をすることでこれ産婦人科だけじゃなく内科も小児科もみんなそうですけどもコロナの診療をすることで風評被害が起こって患者さんが離れてしまうんじゃないかということを心配されている方もいらっしゃいます。でですののの一般の住民の方が、あの あそこの病院はコロナ見てるから行かないよとかそういうような気持ちを持たないといいますか、まあ、結局コロナに対する偏見を持たないように皆さんして欲していいいなと思いますいつ自分がコロナにかかるかもしれないですしその時にやはりかかりつけの病院が診てくれるというのは非常に大きな安心につながると思いますので自分もいつなるかわからないから。 コロナになった妊婦ささんをぜひ見てください私はそ,こそういった病院にを信頼していきますと住民の皆さんがそういう意識を持ってくださると地域の新型コロナに対する医療体制がより強化できるんじゃないかと思いますので私たちも頑張りますので地域の住民の皆さんにもよろしくお願いしたいと思います。あありりががととううごござざいいままししたた先生 あの鶴木先生には保健所の役割、えー、そして、まあ、妊婦さんの特殊性ですね、まあ、肺炎だけじゃなくてやっぱり赤ちゃんも見ないといけないということで、まあ、その妊婦さんやはり上の子どもさんおられる方多くてですね、まあ、大変ご苦労されてその電話診療ですとかそのかかりつけの産婦人科の先生に連携をお願いするってさまざ、あ、まな取り組みをご紹介いただきました。 そしてあの最後のにはですね。まあ、妊婦さんま、あるいは妊婦さんの家族、あま、あとは一般の人に対してですね。まあ、あの本当に、えー、コロナをまあその見てる診療所を敬遠しないでまあ、そういうところをしっかりやってるところ、こそまあ、信頼してえー、受診してほしいっていう。まあメッセージもいただいたと思います。本当にあのお言葉の中、あの今日は鶴口先生、あのご講演いただきましてありがとうございました。